私たちがここでご飯とかを食べてる様子を撮影とかって、おいしい。さあ今回は西谷まりもコンビで撮影です。はい、こんにちは、お願いします。西谷です。まりもです。どうしたんですか急に。今回は前回の動画でも言ってた通り、はい、広島の飲食店を紹介したいって言ってたじゃないですか。言ってた、はい、言ってました、うん、なので、飲食店を巡る企画をやっていきたいと思います。おー、ご飯が食べれるってこと。楽しそう。やったご飯食べれるなら何でもしますよ。何でもしますよ。それはちょっと危険発言。何でもすると言ったので、はい、特に今回飲食店の許可取っておりませんので、はい、ノンアポ企画になります。え、私たちが許可取りに行くってことですか。そういうことです。できるかね。不安不安。なので2人に、行くお店を決めていただいて、許可を取っていただいて、許可が取れたお店でご飯が食べれるという仕組みになっておりますので、なるほど、許可が取れないとご飯を2人とも食べれませんので、飯抜きになります。そういうことだよね。じゃあ行くお店も私たちが決めていいってことですね。もちろんです。え、何食べる、何食べたい。ラーメン。ラーメン。やっぱうちら2人ラーメンが好きなんで、ラーメン行きます。ちょっと狙っていきたいね。そうですね。アポ頑張ろう。じゃあ頑張りましょう、うん、じゃあお店探し行こっか。行きましょう。はい、じゃあお店探し行ってきます。2人で行く方針、それともじゃんけんで一軒ずつ行く。二人で行きましょう。一人は怖い。ちょっと、ね、勇気ないよね。一人はちょっと。そんな感じ。すいません。なこんにちは。広島ガレージという何 YouTube の撮影なんですけど、ちょっとこの度。ラーメン屋さんどこ行きます。このエットの中に福一横丁っていうラーメン屋さんがあります。何ラーメン。中華そば。中華そばっぽいです。いいね。はい、ちょっとそこに交渉に行ってみますか。行くか。はい、行きましょう。交渉に行くのは2人だけです。2人で行くけど俺は行きませんから。そう、これでね、これで取ってこいと。自分で取ってもらえながら自分らでやってこいと。そう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 。まあ、昼飯を確保するためにっていう感じだね。はい、そこもあの、出てくれる出演者の方に全部委ねるスタイルで広がりやらせてもらいます。もうかなりお腹空いてるんで。そうじゃね、意地でも頑張ってください。それでは、じゃあ行ってみましょうか。行ってきます。すいません、こんにちは。急にちょっとすいません、あの最近広島ガレージっていうあの YouTube チャンネルが新しくあのできたんですけど、そこでちょっと私たちがここでご飯とか食べてる様子を撮影とかってさせてもらったりとかしても大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございます。じゃあいただきますか。ラーメン屋さんです。美味しそう。広島の中華そばのお店なんですね。そうなんですね。はい、美味しそう。じゃあいただきましょう。はい、ももちゃんやったね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、美味しそう。広島の中華そばっていう感じの見た目で。ありがとうございます。美味しそうですよね。じゃあ角一横丁さんのラーメンをいただきます。いただきます。美味しそう。なんかやっとありつけた感すごくない？いや、本当に。じゃあ麺から。なんかさ、すごい醤油の味。うん。醤油の味がすごい。なんかあっさりだけど。ドシンとくる感じする。うん。おいしい。落ちます。大好きなラーメンをね、食べれて。すごい優しい味じゃない？
それは醤油、うん、醤油、しかも結構甘めの醤油な感じがする。確かに醤油の香りがすごいですね、うん、言われてみれば確かに、うん、ではチャーシューいただきます。じゃあニクニクしい、うん、なんか味に癖がないから誰でも食べれそう。宮島で疲れた後に、うん、一杯すすって帰るみたいなね。確かに、うん、ごちそうさまでした。美味しかった。完食。すごい女子が食べやすいラーメンでした。つるっと入ります。もう一杯食べるね。確かに。はい、いけた。いけました。何のお店ですか。おにぎりの。おにぎり。ふりかけ屋さんで、でおにぎりを販売して。エットにあるってことは、はい。田中のふりかけの。そうです。田中のふりかけで店員さんがもうすごい心よく優しかった。オッケーってしてくれたので。じゃあカメラと一緒に行きましょうか。はい、行きましょう。行きましょう。おにぎり何食べる。持って帰る。え、これって巻いてあるやつって何なんですか。鮭を。え、すごい。鮭を巻いてるんですか。はい、鮭を。え、美味しそう。巻くふりかけという形のものですね。新しい商品になります。しかもチーズもふりかけが巻いてあるってことですか。そうです。もうふりかけ、鮭をもうシート状に伸ばしたものですね。こういったものが。美味しそう。え、おすすめはちなみに。一番人気がこちらの紅鮭。二番に梅鮭ですね。三番に小餅昆布。うわ、全部美味しそう。じゃあ、はい、どうしましょう。1位いきますわ。紅鮭をください。はい、私、スモークサーモンチーズ。スモークサーモンチーズ、はい、ありがとうございます。あと何が美味しそうじゃろう。このどっちか行きます。そうじゃね、個人的には梅の方が美味しそうだ。じゃあ梅行きましょう。梅行こう。はい、はい、ありがとうございます。無難にツナマヨで。ツナマヨ、はい、ありがとうございます。ツナマヨとかもなんか違うんですか、他の。そうですね、もう全部手作りで作っておりますので、全部あのここで全部具材から作って。あ、すごい。全部握ってます。ちょっと、美味しそう。じゃあそれでお願いします。はい、ありがとうございます。はい、お気をつけてお待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。いただきます。いただきます。ありがとうございました。食べるぞ。なんですけど、さっきね一緒にラーメンをいただいた角一横丁さんの横のお店にあったんですけど、あの広島で有名な田中のふりかけでおなじみの旅行の友本舗っていうお店があって、でそこにねおにぎりが売ってたんですよ。なんでおにぎり4つも買ってきちゃいました。あの田中のふりかけのおむすびのお店があるんだ。あ、そうそうそう。へ、面白かったよね。すごい、うん、すごい。このね、どんなおむすび買ったんですか。じゃーん。海苔がふりかけシートでできとるらしくて。ふりかけシート。そう。これとかね、スモークサーモン。そうらしいです。すごい、うまそう。これしそ？しそで、しそって言っとったよね。とかで巻いてあって、一個一個手作りで。けどさっきラーメン食べたのに。うん。まだ食べるんですか。なんかね、車に戻った時に、ちょっとまだ全然食べれるねっていう話をしとったわけ。あ、追加で自分たちで交渉しに行ったみたいな。はい、そうですそうです。いただきましたって。なんとみんな優しかったですね。優しかったね。じゃあ食べちゃってください。何食べたい。私スモークサーモンチーズ。よし、じゃあスモークサーモンチーズはこれだね。ありがとうございます。はい、どうしよう。サーモンじゃけ梅行こうか。あ、わかりました。よっしゃ。じゃあいただきましょう。あ、すごい。サーモンの匂いがすごいすごいしますこれ。じゃあ、なにこちゃんからじゃあ食べますか。いただきます。いってみましょう。うん、美味しい。チーズの味もすっごい。この鮭シートシート、うん、すっごいサーモンの味しますよ。すごいね、そんな薄っぺらいのにさ、うんうん、
薄さで言ったら本当に薄っぺらいの薄っぺらいめちゃ薄っぺらいでもね、なんかお店の人が鮭を伸ばしたって言ってた。あ、鮭を伸ばして切れて切り取ってた、一緒に一緒に切り取ったちょっと上もいただこうかしら。言ってましたっけ。言うとった、鮭を伸ばしましたって。これはシソシートが巻いてある梅のおにぎりです。いただきます。ご飯がふわふわ。なんか美味しそう。あ、匂いがいい匂い。いい匂い。あ、酸っぱすぎない梅使われとってるわこれ。ちょっと甘い梅。美味しい。美味しいです。なんかこのサイズだったら食べやすいね、めっちゃ。ね、そのスモークサーモン。チーズってさ、めっちゃ絶対女子好きよね。確かに、これおすすめです、うん、それ見たらそっちも食べたくなってきた。おいしい。でもコロナだけ。確かに匂いだけ。お腹いっぱい食べすぎた。食べすぎた。食べすぎでしょう。ラーメン食べて、おむすび食べて。初めてだね、アポなんでね。どうだった初アポは。なんか楽しかったし、人も優しいから、案外すんなり、あ、いいですよ、みたいな。楽しかったです。楽しかった。はい、次回もしまた、ノーアポで行ってくださいと言われても、いける？いける気がする。心強いです。じゃあ、やりましょう。また、ラーメン屋さん行ったりとかして、広島の全店舗ラーメン屋さん制覇しますか。したい。あ、でも楽しそう、それしたい、したいです。広島の全ての店舗もあるってこと、うん、何百店舗、下手したら1000店舗ぐらいあるのかな。でもう1日2軒とか3軒行くっていうかなり太りそう。私ご飯太りそう。かなり太りそう。じゃあそのラーメン食べながらスタイルキープを、そうですね、ラーメン女子として。おお、それはなかなかいないんじゃないですか。すごい。いないよね。一緒に頑張る。頑張ります。まあノーアポ企画もね、楽しかったね。楽しかったです。人の優しさに気づけるよね。確かに。ああ、確かにね、人情をね、人情感じる企画でもあったかもしれない、ね、なんかすごい笑顔でさ、あ、いいですよって言ってくれて、すごい協力的でしたよね。優しいみたいな。このノーアポご飯、ぜひまた次回も、はい、やっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。各種 SNS もやってるので、よかったらそちらもチェックしてください。TikTok も見てね。